キャトリン・モランは、イングランドのジャーナリスト、作家、テレビ司会者である。タイムズのコラムニストで、サタデー・マガジン、テレビ批評コラム、金曜の風刺コラム、セレブリティ・ウォッチにそれぞれ一つずつ、週3回コラムを執筆している。2010年にブリティッシュプレス賞のコラムニスト賞を受賞し、2011年には、同 BPA で批評歌賞とインタビュアー賞も受賞した。 2012年にはロンドンプレスクラブのコラムニスト賞を2013年にはコメント賞で文化コメンテーター賞も受賞した。フェミニストであり2011年に刊行したフェミニズムに関する自伝的要素を交えたエッセイ集、女になる方法はベストセラーとなった。モランは1975年4月5日にブライトンでキャサリン・エリザベス・モランとして生まれた。 八人兄弟の長女で、四人の妹と三人の弟がいる。父はアイルランド人で、ガーディアンによると、元ドラマーでサイケデリックロックのパイオニアだが、変形性膝関節症でソファから動けなくなってしまった。モランはウルバーハンプトンの寝室が三つの公営住宅で、両親と兄弟と一緒に育ったが、この経験は本人によると、 ハンガーゲームに近いものだったという。モランはスプリングデールジュニアスクールに通ったが、中等学校には3週間しか行かず、その後は11歳から家で教育を受けるようになった。モランと兄弟は両親からはほとんどまともな教育を受けなかった。一家がウルバーハンプトン唯一のヒッピーだったため、地元の議会はこれを許していた。子供たちは家に泥を投げるなど、 単純なゲームでよく時間を潰していた。モランは子供時代は幸せだったと述べているが、18歳で自立できるようになるとすぐ家を出たと明かしている。2016年、ヘイフェスティバルでのキャトリン・モラン。モランは10代の頃から作家になると決めていた。1988年10月、13歳の時に、ディロンズ書店が、なぜ私は本が好きかをテーマに主催した若者読者。 エッセイコンテストで優勝し、図書券250ポンドを賞金として受け取った。15歳で、オブザーバーの若者レポーター賞を受賞する。16歳で、週刊音楽雑誌であるメロディメーカーでジャーナリストとしてのキャリアを始めた。モーランは15歳で、ホームスクーリングをしていた家族の一員としての経験に基づき、ナルモ年代記という小説も書いており、16歳の 時に刊行されている。1992年にチャンネル4で音楽番組ネイキッドシティの司会を務めテレビでのキャリアを始めた。第2シリーズまで放送され、ブラー、マニックストリートプリーチャーズ、ブーラドリーズなど当時新進だった多数のバンドが出演した。ジョニー・ボーンがネイキッドシティの共同司会者だった。移民2世として イングランドのアイルランド系カトリックの家庭で育ったモランの生い立ちは英国のテレビコメディドラマシリーズ狼に育てられてのヒントになったこの番組は2013年12月にチャンネル4でパイロットが放送され2015年からさらに2シーズン放送された2012年7月にモランはアベリストーイス大学のフェローになった2014年4月には BBC の 女性の時間の2014年パワーリストで、イギリスで最も影響力ある女性の一人に選ばれた。モランの半自伝的小説、女の子を作る方法は1990年代、初めのウルバーハンプトンが舞台である。計画中の三部作の第一作で有名になる方法が続き、世界を変える方法で完結する予定である。女の子を作る方法は映画化が予定されている。 2011年に e バディープレスから、モランのフェミニズムに関する著書、女になる方法がイギリスで発売された。2012年7月までに16カ国で40万部以上を売り上げた。モランは女性平等等の支持者である。2017年3月、モランはペンギングループのために書いた原稿で、若い女性は男性が書いた本を全く、あるいは少なくとも 大人になって完全に成長し戦えるようになるまで読まない方が良いと示唆した。モランは偉大な白人男性、つまりフォークナー、チャンドラー、ヘミングウェイ、ロスのような極めて力強く子供に大きな影響力を及ぼすと考えられる男性作家による本を例に挙げている。モランは子供頃にこうした男性による本を全く読まなかったことにより おそらくより幸せで、自信を持って真実を書き、他の多くの女性に比べて、見かけや体重、想像しく普通と違う性格などについて、自分を卑下することが少なくなったかもしれないと述べている。モランのスウェーデンの版元、アルベルト・ボニー・アーズ・フォーラグによる広告写真、2013年。2013年8月、モランはツイッター社が、 公人や著名人のツイッターアカウントに対してしばしば匿名でポストされる差別的投稿に適切に対処していないことに抗議するため24時間のツイッターボイコットを行った。2014年にモランのツイッターアカウントが英語の A レベルテスト用テクストに追加され議論を呼んだ。二千十四年六月のロイタージャーナリズム研究所の報告ではモランはツイッター上で 最も影響力のあるイギリスのジャーナリストとなった。1999年12月に、モランはタイムズのロック批評家で、コベントリー出身のピーター・パフィデスと結婚し、2001年と2003年に二人の娘が生まれた。ありがとうございます。